今日は8月の8月じゃねえ12月の7日ですね、8時です。鎌倉在の水海岸はこの通りですね。1週間ぶりに、やっと暖かくなってまいりましたね。今日明日ぐらいは一応寒波もシャッター、結構あそこだよ、波立ってるから、サーフィンしてるね。これから例によって鎌倉早くて釣りバカに来るってきます。今日はカワハギもですが、少し沖合に行ってこの先にある、結構波立ってるんだ、この沖合に、水深2、30メートルのところに行って、ホウボウとかですね、それからアジ、そういうものを、それからそのものですね、キスなんかもですね、いると思いますから、ちょっと深場でやってみます。深場といっても軽いですからね、そんなに、100メートルもこのやってきませんので、せいぜい3、40メートルぐらいのところでやってみてますね。これからスタート、このグレーデンってところ可能できます。今8時半ですね、ちょうど真正面に富士山がくっきりと、江ノ島とそれから出南村ヶ崎のこの間にね、見えますよね。もう5合目それ以下まで降ってますね。非常に綺麗な姿をしてますね。だいたい稜線の下の方もはっきり見えてますもんね。涼しいわ。これは逗子マリーナのね、防波堤の延長線上ですからね。はい、それでは少し今日は沖の方に行きますよ。沖の方にね、30分だからな。今日は釣りよりも運動だな。おう、これは漁船の波ですよ。漁船の波、おう、結構多い。おう、漁船の波もね、結構来るわ。しかもな、それ漁船の波も結構来る。よいしょ、まっすぐしていこう。この1週間はね、本当に大寒波に襲われて、日本列島はもう、真冬。おいしょ、おいしょ。定置網がね、いっぱい入ってるからね、今ね。定置網が入った、わかめの玉が入ってるところもあるね。どうもこの、ドリンパスの今、防水用のカメラで映してるんだけどね、なんか電池残量がかなりませんで、30秒ぐらいでブツブツ消えるんですが、しかし電子残量はね、実際にあるんだけど、そういう表示になってて、30秒ぐらいでブツブツ消えてきます。今、24秒かな。どうも。